します。趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣、麻生太郎君。ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案につきまして提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢にさまざまな変化が生じている中、これに対応して日本経済の回復、再生を力強く支える金融機能を確立することが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきましてご説明を申し上げます。第一に、金融グループの業務に、ポストコロナにおいて重要となります、デジタル化や資本創生などに資する業務を追加することとしたしております。また、金融グループによる地域の活性化に資する事業活動を行う会社に対する柔軟な出資を可能といたします。第二に、グローバルな拠点配置の見直しを行う海外の投資運用業者が日本拠点を新設する場合に、届け出による参入を認める制度を創設いたします。第三に、中小企業等を支援する立場にある地域銀行等が、合併や経営統合などの事業の抜本的見直しを行う場合に、預金保険機構が資金を交付する制度を創設いたします。その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。何とぞご審議の上、速やかにご賛同くださいますようお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る23日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会をいたします。